お疲れちゃんです。ラットルセ。今回はですね、まあシーズンが終わって、あとまああれですね、まあ情報修正がありので、まあ環境が変わったということで、まあ次のおすすめで一気をですね、はい、紹介したいなと思います。で、まあとりあえず宝箱をですね、開けていきます。で、まあ、お、あれなんですね、なんかカードレベルがマックスになっても溜まるんですね。溜まるようになった。なんていうんですかね、カードが。はいはいはい。ということで、まあこれはどっちでもいいですね。よいしょ。よいしょ。でもウルトラも持ってるので、本当に、まあ何もいらないんですけど、はいはい。これは、スケラで。よいしょ。って感じで、まあ前シーズンは、シーズン最高が6700までいって、でも最後終了が多分66ちょっとだったのかなと思います。これで見えるかな。はい、6619でフィニッシュで、まあ179位と、まあまあそんな満足できる結果ではないですけど、まあはいはい、次も頑張りますということで、こちら僕が今回おすすめするデッキなんですけど、まあ以前もこのデッキを紹介したことがあって、めちゃくちゃ前、半年ぐらい前かな、かもっと前かもしれないですけど、まあこちらのデッキでグラチャで30連勝したってやつですね。はい。でなぜこれかっていうと、まあプリンスが強くなりました。強くなった、はい、単純に強くなって、バルキリーもムートも加砲されて、ロイフグも加砲されたのかなみたいな感じで、まあまあ全体的にいろいろあって、まあとりあえずプリンスが強いですねっていうところで、まあこちらをですね、はい、紹介したいなと思います。ということで、まあ1000か2000かいきます。よし。で、まあこれは僕のデッキのパターンいつもなんですけど、トルネウッドだったりトルネザップで、あのスペルがファイボとかポイズンがないんですよ、ライトニング。だからクロスボウに対して基本的に厳しくなるんで、まあ、そこは本当にまあどうにもできないところではありますね、はい。なんでクロスボウ来たらマジでドンマイか、このウッドの枠をまファイボにしたり、まあ、ポイズンよりファイボかな、そのウッドの枠をファイボにするっていうのはまあワンチャンありかなと思います。よし、ということで、まあ、枯渇ですね。はい、枯渇。とりあえずバレル投げて、なんでエリポンもこれ処理しにくいんですよね。リガーもないし、スペルもないし、みたいな。相手も枯渇っぽい。あれです、ムーというのの前の環境の枯渇っぽい気もする。よいしょ。ん？多分そんな感じっすね。よいしょ。で、このゴーストを持ってない方がいたら、まあ、ゴーストじゃなくても、別に、なんか ISP とか僕はやってたんですけど、前は。ISP かゴーストかっていうので、どっちでもいいかなと思いますね。もしゴーストを持っていない方がいたら、まあ、ゴーストの方が、なんか多分使いやすいかなっていうのはあるので、持ってる方はぜひこちらの方がいいですね。で、ここはギャングでプリンスの突進を入れないようにしてあげて、これなんか出るからウッドして、まあまあまあ。で、あーやばい、このバレルはキング起動して、はいはいはい。で、後々なんか削れないっていうのがあってしんどいので、できるだけそのウッドとかも相手のタワーに入れるように気をつけていきたいですね。今の言うのは許容して、一回待ちのこの一発が美味しい。これはギャングで処理して、今相手ウッド持ってるしギャングあったので、まあ待って、でよいしょ。ウッドをここで奥にすると相手ワンチャン空振る説。よいしょ。
見てますね。見てますね。ギャング出して。で、アイスウィズ。おいしょ。これ、ウッド転がしとけばなんか出る。いや、おいしい。バレルが刺さっとる。おいしょ。はいはいはい。で、バレル飛んできたらギャングを出してあげれば、完封できますね。はい、もう見えてからギャングを出しても、バレルはノーダメ完封できるんで、まあ、ウッドはあんま使わないようにしますけど、まあ、使ってもいいですね。変に我慢するのではなく。なんでギャングかバレルを取っておくと枯渇に対してはなんとか立ち回れるかなと思います。あー、ちょっと攻めすぎてる感じもしますね、ウッドで。でまあ、トルネもあるんで、よいしょよいしょ。問題がこれなんですよね。あと1500ってなると相手はファイアーボールで削れるんですけど、僕ファイアーボールとかないので、これがめっちゃしんどいんですよね。これがマジしんどい。外せ。いや、なかなか入んないんですよね、ダメージが。いや、これは延命して、あ、待って、ひどい。これはちょっとずれた。これトルネでしっかり守って、ちょいとピンチですね。やばい、はじめプリンが入る。しっかり耐えて、しっかり耐えて、ギャング出して、いやー、もう相手分かってますね。もうファイボで削ってきてますね。よいしょ。いやー、うまい。やばい、もうバレてる。やばい、始まりプリンが。いやー、待って、負けるやん。ちょ、待って、やだ、それダメ。よいしょ。はい、延命して、延命して、延命して、流れを掴んでいきたい。 OK、 これ右のプリンスも入るし、左も刺さる。 OK、 来た。おいしょ、よしよしよし。いや、危ない、危ないですけど、今のをあのプリンセス延命で相手にコストを使わせてからの、まあ、大逆転みたいな感じですね。で、どうしてもさっきみたいに流れが悪かったら、まあ、プリンセスを延命したりだとか、まあ、バレルをずらすか、もう一気にユニット出してみたいな、なんかちょっと流れを変えれるようなことをすると、さっきみたいなワンチャンがありますね。よし、相手はジャイかな。このジャイプリ、ジャイダクネプリンスかなんか、今ジャイプリがめちゃくちゃ流行ってるんですよね。早い。そうだから、まあ、それに対して、ジャインに対してすごい強いんですよね、これが。よしよしよし。このアイスウィズの遅延が強い。ここはまあウッドでも割いといて、することないんで、ゴースト流して、これは一回待ちかな。取るね。え、惜しい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 。惜しい。これは相手がヌーブですけど、でこれアイスウィズ出しつつ、でこのプリンセスをここではなくて、この逆サイのしっかり遠い位置に出して、同時に処理されないようにして、よいしょ。そしたらもう自然にこれ両サイ攻めが完成するんですよね。よいしょ。からの間、右側のプリンセスも防衛しないといけなくて、ここでバレル飛ばしてあげると困るっすね。あー、このバレルとプリンが同時に処理されるのがしんどい。けど、まあまあ、もうこれは勝ったようなもんですね。よいしょ。防衛力は高いんで、はい、まあ、ジャイとかゴレは、言うていけますね。アイスイズ出して、
プリンセスを遠めの位置ですね。あんま内側すぎるとトルネとかで全部吸われちゃうんで。でこの間に左も攻めつつ、待って、それやばい、ライトニングは効いてない、効いてないけども、言うてこれでベビードラを処理してきて、やばくね、ゴソ、はい、やばい、陸がいないっていうことで防衛バレる。よし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 、なんとかなんとか耐えましたね。あとはもう20秒なんで、これは遅延からのトルネで後ろ下げで、よいしょ、はいはいはい、これは間に合う、ん、おや、待って、危ない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 な、危ない危ない危ないですけども、グッドゲームと。まあまあ美味しいですね。といったところで今回はこんな感じかな。はい、以上になります。ということで、まあ環境変わったんで、まあこれからちょいちょいおすすめで出したいと思うんで、よければ次回も見てくださいと、あとチャンネル登録ぜひお願いします。ではバイバイ。